第1章、全体のアウトライン。日韓関係がどうして悪いのか。そこには良くならないメカニズムがあった。日韓関係がどうして悪いのか。そしてそれがどうして良くならないのか。そういうことについてですね、最初に全体のアウトラインのお話をしたいなと思います。ここで、まあ、お話をすることっていうのはですね、今後一つ一つの動画の中でですね、詳しくご説明をしていきますけれども、まず全体の流れをちょっとお話したいなというふうに思います。で、私はですね、日韓関係が良くならないというのは、その日本側、そして韓国側に、まあ、基づくですね、いわゆるその全体のそういう良くならないメカニズムがあるんだと。だから、このまま放っておくとですね、ずっと絶対良くならないんですね。それいいじゃんって思う人もきっといると思うんですけども、まあ、できれば仲良くできるような形にした方がいいんだよと。で、まあ、後ほど別の動画でですね、一つずつお話をしますけれども、個人的には私、日韓関係を改善するためには、韓国を嫌うこと、嫌韓が必要だというふうに私は認識しています。あるがゆえにですね、日韓関係を改善するためには、韓国にもうちょっと謝罪しなければいけないとか、もっと真摯に反省しなければいけないなんていう話は、まあ、一切しませんので、その辺はですね、まあ、ご了承いただきたい。私は日韓関係を改善する、そのためには、喧嘩をすることが重要だというお話をしたいなというふうに思います。でですね、どうして日韓関係が悪いのか。それは日韓関係を悪くするメカニズムがあるんだよと。だからですね、このまま放っておくと日韓関係というのは必ずずっと悪くなるんだよと。日韓関係って良くなったじゃんという人もいるんですね。日韓関係良くなったと。その理由というのは何かというと、よくよく聞いてみると、交流増えたじゃんとか。ね、韓国の人たちも日本のそのアニメだとか映画だとか漫画だとか見てるよと。日本でも韓国の K-POP だとかドラマだとか見てるよと。ね、韓国旅行とか行く人もたくさんいるよと。韓国人も日本にたくさん来てるよと。ね、日韓関係良くなってるじゃんと。いうわけですけど、それはまあその通りなんでしょう。多分数字にも表れてると思います。だけどそれは一面的なものの見方なんですね。あくまで接触が増えたっていうだけなんです。もしくは映画を見たアイドルが好きだとかっていう話なんですね。で、日韓関係が悪化するっていうのは、それは日韓関係悪化のメカニズムがあるんですね。で、そういう、まあ、枠組みがあって、そういうその、まあ、仕組みがあるんですよ。で、ある以上、これは絶対改善しないんです。で、それはどうして悪くなるのかっていうと、実はですね、日韓関係を悪化しているのは、いろいろ今言いますけども、唯一の理由があるんですよ。その唯一の理由っていうのは何なのかっていうのは、それは韓国の反日なんですね。韓国は反日教育をし、そして反日をまあしているわけですね。だから、日本の、まあ、その人たちも、その韓国の反日的な行為を見てですね、なんじゃあいつらっていうふうになって、日韓関係は悪くなっているんです。で、これは基本的にですね、日本の責任ではない。韓国側の責任のみによって日韓関係が悪化しているっていうことですね。で、日本側が真摯に反省しなければ、謝罪しなければとかっていう人がいますけど、そんなことは全然関係ないんです。そんなことやろうがやる前がですね、韓国側が反日する以上はそれは一緒なんです。で、日韓関係ってのは良くならないよという話なんですね。でですね、私はですね、日韓関係で韓国側が反日をすることが日韓関係を悪化している理由であるよと。韓国側がやってることはこれ差別であると、まあ、いうふうに認識してるんですね。で、韓国側がやってることは差別であると。で、この差別というのをですね、私たちは認識しなければいけない。で、この差別というのは何なのかっていうと、要はレッテル貼りなんですね。レッテル貼りとはどういうことかっていうと、これは私の定義ですけども、現実上もしくは架空上の違い、サインに対して決定的な意味付けを行うことですと。その意味付けにのっとって相手を攻撃する構造を作って利益を得る。これはまあ差別というんですね。で、これは人種差別撤廃条約とかに、まあ、載ってる差別とは若干違うんですけど、まあ、この反日というのは基本的に差別であると。韓国の日本に対する差別である。で、これあるがゆえに日韓関係は絶対良くならないという話ですね。でですね、韓国はなんで反日をするのかと。で、これにはですね、いわゆる二つ理由があって、一つはまあ戦後の理由。戦後彼らが反日教育をしてきたっていう理由が一つ。もう一つはですね、韓国はもともと反日をするための基盤っていうのがあるんだと。だから韓国は反日になりやすいんですね。
で、それをまあ戦後において反日教育をする。それによってですね、日韓関係というのは大きく悪くなってきてるわけですね。で、つまり韓国にとって反日は価値あるツールなんだよと。このツールであるがゆえに我々は日韓関係というのは良くならないんだ。で、実は韓国側が行っている反日、それに対してですね、日本側にも実は理由があるんですね。日韓関係を悪くしている理由ですね。で、それは何なのかと。先ほど私は韓国が反日をすることが日韓関係を悪くしている唯一の理由だと言いましたけど、それをですね、実は反日を促進している理由っていうのは日本側にあるんです。で、それは韓国の反日に迎合するいわゆる左翼的な知識人の人ですね。そういう人たちが日本国内ではそれなりに活躍していたわけです。で、その左翼知識人はですね、戦後は望ましい状況が続いたんですね。彼らの考え方っていうのは、共産主義や社会主義の人たちが多いですけど、戦前は否定されたわけですよ。で、その戦前否定された彼らは戦後望ましい状況だった。であるにもかかわらず、政治的には敗北が続くんですね。例えば社会党という政党があるけども、あれは野党第一党が長かったわけですよ。社会党は随分左翼知識人がですね、援助したり希望を持ってた政党なんですけど、自民党は今でも続いてるけど、自民党に今のライバルだった社会党というのはもうすでにほとんどないのも当然なんですね。今、社民党というのが引き継いでますけど、彼らはですね、政治的には、ほとんど影響力がない状態です。つまり、戦後望ましい状況だったにもかかわらず、政治的に敗北をし、そしてですね、左翼文化人、左翼知識人というのはですね、日本社会に憎しみを持つんですね。自分たちを受け入れてくれなかった日本に対して憎しみを持つ。で、それがですね、日本の悪口を言うことで憂さを晴らすというですね、彼ら自身の、いわゆるモチベーション、動機になるわけですね。これが反日国家に迎合する、つまり韓国や中国に迎合しやすい状況を作るということですね。で、日本に排外主義は広まっているんだろうかと。日本で排外主義が広がっているか、高まっているかって言いますけども、そんなことはないんだよと。日本で反発されているのはあくまで反日であって、排外主義ではない。その証拠に、例えば台湾なんかには評価が高いでしょうと。排外主義が広まっているんだったら、基本的に全ての人たち、少なくともアジア系住民の全ての人たちに対して排外っていうふうになってないとおかしいんですけど、在日コリアンであるとか韓国に対しては批判がありますけど、台湾とか在日中国人に対してはあまり反発はないんですね。で、それが全然違うところですよね。で、もう一つ言える、お話したいことは、なんでドイツというのが、日本および中国、韓国で評価が高いんだろうかっていうお話をさせていただいています。これはドイツの罪と日本の罪は違うんだよというお話、そして韓国および中国、そして日本社会でのドイツの評価というお話もさせていただいています。で、それはですね、ドイツはそれほど、実は少なくとも戦後処理、歴史問題について評価はできないんだよと。で、なんで日本国内および中国、韓国でドイツが評価されているのかっていうのは、結局、ドイツを上げることで日本批判をしたいんだよなという話なんですね。で、最後にですね、日本にとって真の敵は何なのかっていうお話をしたい。で、日韓関係が悪くなっている理由は、先ほど言いましたように韓国の反日です。だけど、それが本当の理由なんだろうか。なんで、そうやって見るとですね、昔韓国は中国に随分ひどい目にあったんですけど、中韓というのは仲が悪くないわけですよ、そんなに。ね、心の奥底では知りませんけどね。で、つまり歴史問題に決着をつけていなくても仲良くすることはできるんです。つまり問題なのは韓国ではない。韓国の反日というのが日韓関係を悪くしている原因なんですけど、韓国が反日をするのは、それだけが理由ではないんです。それは実はですね、日本の真の敵というのは韓国ではない、別にいるんですね。で、そのことについて最後にお話をして、どういうふうにすればいいのかということをですね、お話をして、終わりたいなと思います。これがですね、全体のアウトラインです。こういうことを一つ一つ別の動画でご説明していきたいなというふうに思います。それでは、この話はこれで終わります。